毎日キングコング。はい、前にですね、はい、梶原さんでやったんですけど、それこそ西野さんがお休みの時に、鏡に向かってお前は誰だ、なんか見た、あれなんなん。いや、あれをやると、要は鏡に向かって自分の顔を見ながらお前は誰だって言い続けてると、うわっていう気持ちが、梶原なってたで、梶原さんは実際にちょっと怖かった。まあ江崎は全然大丈夫だったんですけども、これせっかくやってないお二人なんで、はい、だからお二人でちょっと試して。毎日ちょっと集中で、はい、うん、いいっすか。はい。お前は誰だ、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 お前は誰。全然ダメです。めっちゃ何もない。マジですか。俺今ちょっと見ててちょっと怖かったですよ。でも西野さんがずっと自分のお前は誰だって言ってるの。やってよ。じゃあちょっと狭間さん、うわ、ちゃんと自分の目を見てね。全然目みたい。はい、ね、お願いします。お前は誰だ、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 お前。全然大丈夫。全然大丈夫ですよ。何が怖いのお前。俺も思ってたの全然違いました。あ、ほんま。